運用合平市朝鮮高架線の図高加島事件は、1875年9月20日に、朝鮮の主婦雲村の北西岸、観光の河口に位置する高架島付近において、日本と朝鮮の間で起こった武力衝突事件である。朝鮮西岸海域を測量中の日本の軍艦、運用号が、高架島、英州東方台と交戦した。日本側の軍艦の名を取って、 運用後事件とも呼ばれる、日朝修行上記締結の契機となった。明治新政府が成立した日本は1868年12月19日、新政権樹立の通告と条約に基礎づけられた、近代的な国際関係の樹立を求める国書を持つ、死者を、かねてから日本と国交のあった李氏朝鮮政府に送った。しかし大員君のもで上位を掲げる朝鮮政府は、 西洋化を進める明治政府をいぶかしみ、作法体制下では、中華王朝の皇帝にのみ許される称号である、皇、中華皇帝の小直を意味する、直の文字が入っていることなどを理由に、国書の受け取りを拒否した。日本は、その後何度も国書を送ったが、朝鮮側は、その都度受け取りを拒否し、日朝外交の膠着が始まった。処刑問題が膠着する中、 朝廷直行を実現すべく、朝鮮外交の権限を外務省に一元化し、津島宗氏を除外して、講師を派遣すべきだとの意見が、維新政府内に強まった。その前提として、調査目的にサタ・白望らが派遣されたが、彼は帰国の後1870年、30代替をもって、朝鮮を攻撃すべきだという政官の憲白書を提出する。 局面の打開のため、外務省は、津島宗氏を通して、朝鮮外交の一本化を進める創始派遣計画2月、や柳原先光の申告派遣8月政府、党対論など、複数の手立てを講じ、同年9月13日には、申告と日清修好条記が締結されるに及んだ。しかしながら、1871年4月に、アメリカ艦隊が、 高架党の砲台を占領、朝鮮側がこれを奪還する事態が生じ、朝鮮が上位の意志を強めていたこともあって、交渉は進展しなかった。1871年の末からは、岩倉施設団が西欧に派遣されることとなり、国政、外交に関する重要な案件は1873年、秋まで事実上の棚上げとなった。1872年5月には、外務省管理。 佐賀ら正樹は、交渉が進展しないことに痺れを切らし、それまで外出を禁じられていた総領和館を出て、安ずライフへ出向き、府死との会見を求めた。同年9月、それまで、津島藩が管理していた総領和館を、大日本公館と改名し外務省に直接、管理させることにした。これは、総領和館は、朝鮮政府が津島藩のために建て使用を認めた施設だったこと。 津島藩は日本と朝鮮の間の交渉窓口の立場にあったからである。この日本側の措置に、あずまライフ氏は激怒して、10月には大日本交換への食料等の供給を停止、日本人商人による貿易活動の停止を行った。1873年には5月31日付の広津報告を受け、朝鮮への施設派遣が閣議に付された。この際、 明治初年以来の日朝交渉が朝鮮側の拒絶により行き詰まっていること、和寛の館門に掲示された伝令書が日本を侮辱していることを強調し、推進を前提に陸軍若干軍艦一席派遣すべく協議を求めるものであった。1872年9月津島藩と交代するために朝鮮入りした花房義室が春日丸に乗ってきたことから日本を 西を勢同様、衛生赤女の対象として、前日のように食料の供給を停止した。大院君は、日本人はなぜ蒸気船で着て、洋服を着ているのか。そのような行為は、海地秩序を乱す行為であると非難し、交渉が暗礁に乗り上げると、日本では朝鮮出兵を求める、政官論争など、出兵問題が政治問題化するようになる。 政官論争は明治6年政変によって延期と決まったが、その後の台湾出兵の発生と大院訓失脚の法によって政官論の勢いが弱まったために明治政府は政府間交渉をして相手の状況を見ることとした。1875年、富山において、東ライフと森山茂理事官との間で初めての政府間交渉が持たれた。しかし、 遠京の儀における日本大使の大礼服着用と同大使が遠京大長門を通過することについて、アズライフが承認しないなどのため紛糾。さらに、朝鮮政府の中央では大院君の支持者が交渉中止を求めたために議論が紛糾し、アズライフも確実な回答を日本側に伝えることが不可能となっていた。公着した協議を有利に進展させるため、 日本側交渉担当者から測量や航路研究を名目とし、朝鮮近海に軍艦を派遣して、軍事的威圧を加える案が提出されたが、大城大臣三条耳は、外務卿、寺島宗則が、大朝鮮交渉の司令案をより情報的なものに修正していたこともあって、これを批判。しかし海軍、大輔川村墨吉の県議もあって、運用、第二堤防の二隻の軍艦が、 朝鮮沿岸にへと極秘裏に派遣されることになった。5月25日に運用、6月12日に第二堤防が富山総領へと入港すると朝鮮側は突然の軍艦の来航に懸念を表明したが日本側は交渉の停滞を懸念して自分を督促するために派遣されたのだと説明。さらに軍艦への乗船視察を求めた朝鮮側管理の歓迎式典や 事前通達をした上での訓練を名目に、空砲による攻撃、射撃演習などの威圧行為を行った。これらの行動は、朝鮮側管理や釜山周辺の住民を大いに恐れさせたものの交渉の進展に寄与することはなく、日朝交渉は森山たちの帰国という形で一旦打ち切られることになった。こうして、交渉支援を終えた二隻は、名目上の任務である。 朝鮮沿岸の測量へと出発した。運用は6月20日に、富山総領を出港、同月29日までに、朝鮮東岸部を測量し、一旦富山に寄港している。その際、環境道、栄光沖において、民家の火事を発見して、非常措置として上陸し、沈下に協力したり、軽症道、迎え飛湾においては3主間が浸水を求めて上陸。 無断であったので、朝鮮側の尋問を受け弁明は、したが、意が通じないため、やむなく、運用官に引き返す。その際、慶州県令の来館を行う。しかし、尋問のために乗船してきたのは、慶州県の時間で、同時間から筆談で贈り物を要求され、艦長の意、上両薫が激怒。不当行為を求問するため、再度士官以下数名の兵を上陸させ、 慶州県令に直談判して謝罪させるといったような出来事があったらしいが大きな外交問題にはならなかった。その後運用は津島近海の測量を行いながら一旦長崎に寄港するが9月に入って改めて新国牛荘までの航路研究を命じられて出港。その航行の途中9月20日に主婦半寸に近い月日と遅いに闘病。探偵を下ろして 高架島に接近したところ島に設置されていた砲台から砲撃を受けて、抗戦状態となった。10月8日付の上申書館長の井上亮ょう薫による10月8日付の上申書によると、1875年9月20日、運用が、新国牛藻へ向けて公開中、飲料水の欠乏により元無水のため税、月日とそいへ、白、翌21日やや移動して、 英州城の上に、高島を北西に望む位置に闘病する。同一から、元虫あるいは、受け水のために自ら探偵に乗り込み、高架島に向かっている途中島に設置された砲台から、突如砲撃を受けたので、急ぎ運用へ帰還した。すでに本館は合法による警告案例に応じる形で、日本国旗を掲げており、直ちに反撃砲撃を開始し、高下島砲台を破壊。 どうして砲撃を行ったのか尋問するために、栄州城島の要塞を占領した、うんうんと説明されている。9月29日付の上申書庫の公式報告書は、日朝間の交戦がまるで1日の間に、起こったかのごとく誤解させるような記述がなされているほか、地名の誤りなどが散見されるため資料の信頼性には疑義が指摘されていたが、 最近になって発見された事件から9日後に、作成された9月29日付の上申書によれば、高架東方面へサリー側を探偵で遡った、動機部分が測量及び、諸事件探せ、かつ、東国管理へ面会し万事尋問するために、と10月の上申書の内容とは、差異がある。また、砲撃事件が発生するまでの経緯説明の点でも、探偵で、 高架島の陣営近くまで速攻し、さらに奥へと進もうとして砲台から砲撃されたと事件発生時までの状況がより詳しく記されている。他にも一続きの事件として記述し、時間経過があやふやな10月の上申書に対し、9月の上申書は時系列を明確にした上で、報告内容もより詳細である。戦闘の詳細二つの上進書の際は先に、 述べたようなものであるが以下では基本的に9月29日付の上進書の時系列に沿って戦闘の詳細を解説する当時において日朝両政府はこの事件を偶発的なものとして認識しその認識の下で一連の条約交渉と謝罪要求が進められたしかしながらこの事件の経緯については首都防衛の重要拠点への軍艦の侵入という 運用の行動は意図的な挑発行為であったとするのが定説であり、特に朝鮮側の砲撃を誘発する意図、組織的情報隠蔽の可能性について指摘する説がある。事件の発生を長崎に寄港した運用からの電報によって知らされた日本政府は一時帰国していた、富山理事官の森山主ゲを長崎にて補修中だった軍艦カスガに乗せて、富山へと送り、 富山総領において在留日本人の保護に努めさせた。しかし、富山では平穏が保たれており、朝鮮側に海戦の意図があるようには見えず、内政で日本国内が混乱している時期でもあったため、日本政府はこの事件に関してはしばらく政官の構えを取った。一方、朝鮮国内では日本船を攻撃したという噂が流れ、富山総領で 日本人に接する朝鮮側の人々は大いに不安に、かられていた。朝鮮政府は、事件後、普山総領における、日本人への対応を一転して低調なものに変えると、日本側を威武するような動きも見られ始めた。事件後の1876年1月、黒田清高を特命全権大使とする交渉団が、高カフェと派遣されると、 朝鮮政府は開花派の市役員同情館、ご契約を交渉に先立つ、応接の使者に派遣するなど、日本側に多大な配慮を示す対応を見せた。黒田糸氏は、派遣前の内容によって、攻撃を受けた場合の対応等もあらかじめ指示されて、いたが、改戦回避という一点において、日朝両政府の意図は合致していたと言える。その後、2月11日から、高架党に、 条約交渉の席を設けた日朝両国の高加党事件に対する主張は以下の通りである。処刑問題に関して朝鮮側は1866年末に起きた八戸事件を持ち出して正当性を訴えたが、日本側は八戸の拒絶はすでに江戸幕府及び津島藩が否定済みであると相手にしなかった。 最終的に日本側の言い分が受け入れられ、日朝就好条件の締結と同時に、高加党事件と条約交渉の停滞に対する謝罪文を施行する形で事件は決着した。この事件が朝鮮政府に与えた衝撃は大きく、変革を拒否する鎖国上位勢力の反対を抑えて、変革を望む開国勢力が台頭するきっかけとなった。事件以後、 朝鮮はゆっくりと開国への道を歩み始めたと言える。しかし、朝鮮が鎖国政策を廃するのは1882年5月に、新国の圧線によって締結された、米朝修好通商条約を待たなくてはならない。また、効果条約をめぐって、日朝両国は、開港地選定や、関税の設定などの問題について対立することとなり、 これらの対立が鎖国上位を唱える主球派勢力を刺激して1882年7月に発生した人語事変の原因ともなった。ありがとうございます。